皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ミクリア星団というシリーズの中でも、日本政治史、通史と対話という、私とそれから後にご紹介しますけれども、牧原いずるさんとこの2人で書いた、近代150年の、日本政治史のこの、通史ですね。で、この通史について、議論をしたいというふうに思います。でこれは我々の世界、つまり日本政治外交史という世界ですが、の中ではとにかくその通史を書いてなんぼのものっていうのを、もう私が50年前、研究室に入った時から、怖い三谷太一郎という大先生に言われてまして、この通史をしてあげることによって学者としては完成するんだ。だから最初はその、細かい論文を書いててもいいけれども、最後はとにかく通史というのを書くと、これがもう大変なことなんだということを言われて、まだまだ先のことだというふうに思っていたのですが、何ぞ図らん、要するに就職をするとすぐに講義をさせられる。その講義はですね、僕なんかは最初のうちは講義っていうのは自分の得意なところ、今調べているところを適当にその学生に話せばいいんだというふうに思っていたら、その三谷先生に怒られまして、ダメと。そういうね、特殊講義というのは文学部では許されるけど法学部では許されない。特殊講義的に好きなことを喋るっていうのは絶対ダメで、禁欲して、近代全部を喋る。要するに通史というのに最初から挑戦しろとこう言われました。でそのために、大体君はちょっとね、そういうところズボラだから、まずルーズリーフ式のノートを買って、それに、ね、順番に要するに、ね、講義案を書いて、で、だいたい君はね、そのともするとアドリブなんか勝手に言いそうだから、アドリブをやっちゃダメと。でさらに言われたのは、冗談を言うこともあるだろうけど、冗談はちゃんと書いて、カッコして冗談と書くというふうに言われて、大変でしたよ。でね、しかも間違えたらどうするんですかって僕は聞いたら、そのペンでちゃんと書くって言われた。あの頃はもうワープロなんかないですからね。でペンでちゃんと書く、ペンでちゃんと書いて、あ、間違えたと思ったらどうするんですかって聞いたら、その部分だけ、要するにノートを実に切り取って、で、そのちゃんと書いたのを貼り付けるんだ。で、また間違えたらどうする、また貼り付ける。だから、ルーズリーフのノートといってもですね、デコボコになるんです。でこのね、デコボコさがね、たくさん、うんとデコボコができるのがね、よく要するにその喋ってる、先生の誠意の表れである。そうか、こんなことで誠意を図られるのかと思ってね、随分、嫌な思いしたんですけども、たった1年だけです。その頑張って、そのルーズリーフでやってみたら、やっぱり僕には向かないと思って、それから好き勝手に、やりました。で、だから、ただ全然めちゃくちゃやったわけじゃなくて、まあ自分の今やってることと関連して、そこからその明治の政治史を引っ張っていくとか、昭和の政治史やるとか、それから1930年代から逆にね、第一次大戦まで遡るっていう、そういうようなこともやってみたり、まあいろいろ実験してみると面白いので、やったんです。で、ただし、都立に間20年間僕はそれをやって、それでですね、学生のね、必ずほら、評価ってつくでしょ。で、学生の評価ね、必ずね、同じ評価でした。どういう評価かというと、先生の講義は面白いけれども、最終的にどこに持っていかれるかわからないから、非常に不安な講義だって。非常に不安なんですよ。だってその、とにかくこっちだって最初から結論出てるわけじゃないんだもん。喋る時に、あ、これとこれとくっつけてみたらこんなことが言えるななんて思うと、すごく嬉しくなっちゃって、そこでもう、そのことばっかり喋ったりなんかするもんですから、多分一番最初のその、怖い三谷大先生が言ったこととは、真逆なことをやってですね、過ごした20年です。で、その後は、今度もう、法学部のから僕は出して、それ以外の大学行っちゃったもんですから、教養学部の中で、そんなものを作るというんで、あれですね、放送大学。放送大学行きましたら、これ、要するに放送教材と両方作らなくちゃいけない。これ十数年やったんです。最初は天川先生と一緒にやって、途中から、牧原先生と一緒にやった。だから牧原さんとは一緒にもう十数年、教材作り、放送と、それから、テキスト両方ね、やって、で、それが終わったところで、有比較からの話が出たので、一本化して出そうということで、しかも、その、
今回のこの教科書の特色を言っておくと、いわゆる通詞って言われる、書いた部分と、それからそのおしゃべりをする、お互いに対話をして、これがあの放送教材だったものですから、この放送教材を全部、文字化して、でそれをさらに改訂して作ったのがこの本であるということになります。ですから、十数年、時間をかけたといえばそうですし、おかげさまでそれで、なんとなく通詞らしきものを、仕上げることができたということ、これがこの、前置きです。でこれはあとは皆さんに読んでいただいて、それで、いい悪い、あるいは、ここが面白い、ここが面白くないというのを具体的に喋っていただいて、でこれは軽部先生、軽部さんに一応全体の、その司会はお願いをしたいと思いまして、でその提談をやってらっしゃるときには、私は、別室にいて、皆さんが提談をしている様子を見ながら、質問とか何かあればですね、ちょっと書いて、後でそれに答えなきゃいけませんから、それをやる。ですから、このオープニングが終わった後は、お三方、今日ご紹介をしますけれども、架橋さん、ノミションライターとしても極めて有名である。僕は何かことがあると、すぐ架橋さんに来ていただくということになっていて、架橋さんもまた、なんか断らないで来てくれるので、非常に嬉しいというですね、そういう状況。それから磯田さん。磯田さんはもう、有名なもう歴史家でありまして、しかも、こういうですね、テレビとか、それからその、YouTube とかって、そういうその見る番組に出て、で、そこで、そのテーマについて、非常に、とにかく磯田さんがいいのはね、どんなテーマであっても明るく喋る。最後はね、非常にこうね、歴史っていうのはやっぱりこうやってると楽しくなるんだよねっていうのを本当に身をもって、だってなんかこう、すごく浮いたような感じの、見てるとなりますから、今日そうなるかどうかわかりません。今日の150年読んで、これがとても悲惨な歴史だと言われるかもしれないんだけれども、その磯田さんに、お願いします。で、軽部さんは、もう、ずっと長くからのお付き合いですけれども、こういう、問題をやるときには、で必ず、いろんなことをお願いすることにしていて、しかも、もう非常に安全安心なのはですね、ずっと、十分にやっていただけるということに、なってますので、このお三方に今日は、私の、そして、牧原さんと一緒に作った本を縦横無尽に切り刻んでいただくということになります。以上が私の最初のオープニングのお話でありまして、これから、60分ぐらいをめどに、お三方で提談をしていただきますので、時間はたっぷりあると思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。